はい、皆様こんにちは。アルピーヌ所沢の杉山です。本日はこちらアルピーヌのマルチファンクションタッチスクリーンを使っていきたいと思います。エンジンかけてみます。はい、エンジンかけますと表示が出てきました。一番気になるのはこのアルピーヌの大きなロゴですね。こちらを押していきます。はい、そうしますとこのような表示出てきます。初めて見られた方はですね、これ何のことだろうっていう感じでわからない方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。こちらはアルピーヌテレメトリ、こちらでお車の状態を見ることが可能です。例えばですね、今はブレーキと書いてありますね。これはブレーキの作動圧を見ることができます。こちらはハンドルの操作角度ですねを見ることができます。ちなみにこちら表示を変えることもできます。例えばこちらをスロットルにしますとスロットルになります。こちらはスロットルの回路が見れることができます。こちらもこのように表示を変えると、こちらは DCT のクラッチ温度が確認できます。このような指針表示が2ページにわたってあります。お好きにカスタマイズすることが可能です。次にですね、こちらがバーグラフになっております。先ほどの指針表示のまあバーのバージョンだと思っていただければいいかなと思います。例えばこちらトルクにしますと上がトルクに変わりました。このように変えていただくことが可能です。次にこちらパフォーマンスですね。こちらは動力性能を見ていただくことができます。例えばこちらは0から50、こちらはスタートから50キロまでの加速時間、こちらはスタートから100キロまでの加速時間というように動力を見ていただくことが可能です。次にこちらは加速度ですね。こちらは加速度を見ていただきます。進行方向に対する加速度と減速度、コーナーリング中の横の方向の加速度が、グラフ画面に表示されます。走行中の浮体情報もこちらに表示されます。こちらエンジンの出力グラフですね。こちらとこちら出力トルクのグラフと出力馬力のグラフがこちらに出ます。次にツインクラッチのギアボックス、このような表示が出てきます。こちらでクラッチ温度やデュアルクラッチミッションのオイルの温度、ギアポジションなどが表示できます。でまたこちらはオシロスコープの表示になります。一番先に皆様にご紹介しました指針表示のオシロスコープのバージョンだと思っていただいて大丈夫です。最後にこちらストップウォッチがついているんですね。普通の車にはストップウォッチなんてついてませんが、さすがアルピーヌといったところです。はい、こちらで見ていただくと最初のページに戻ります。こちらがアルピーヌのテレメトリーのスイッチのご紹介となっております。次に Bluetooth のつなぎ方ですが、こちら押していただきます。もう一度見ましょう。こちらを押していただいて、こちら Bluetooth。そうするとこういう風に英文が出てきますので、こちらのチェックをしていただきます。で今もう私は携帯電話登録済んでますので、こちらを押します。
ちらに着信履歴などが出てきますので、こちらから電話をかけたり取ったりすることができます。またこちらはナビが内蔵されています。ナビの切り替えスイッチはこちらです。こちらを長押しです。ちょっと分かりづらいですが、こちら長押ししていただくとこのようにテレビが映りました。はい、でこちらまたタッチします。画面タッチしますとナビに切り替わります。でナビの上側を少しスライドするとメニューと現在地、こちらから住所等を入れることができます。リジナグループでは新しくレンタル事業を開始しました。ガナンバーではない上質な車を貸し出しするサービス、リジナカレント。弊社が持つそれぞれの正規ディーラーが自慢のお車をご用意。フォードのエクスプローラーやアウディ A6 など、お手頃な価格で輸入車のある非日常を楽しみませんか？始め方はとっても簡単。概要欄よりアプリをダウンロードいただき、たったの3ステップで登録が完了いたします。デビューしたてのお車も続々と掲載中でございますので、ぜひぜひ皆様のご利用お待ちしております。